セレッソパイセン座談会、今だから喋れるあの時のセレッソ。それをベンチに座ってた
ヒゲがこうキャッチしに行ったら上のあのなんていうのさ、ひさしみたいなベンチをバーンって当たって、試合中にこんなやつもベンチメンバーが全員もう笑いをこらえてるっていうのを試合中にそれ見たらね、試合中にで俺は見えてんねん、もうあのボールの行き先を見てるから、ケンヤが頭ぶつけたの、でみんな笑いをこらえてるのも分かってるって、これをもう一人やってる人それが元祖やねガンジーガンジーがまずそれやって、結構セレスで有名な話やん、うん、そうで、お前ベンチ座ったらこのここ気をつけろみたいな、飛んできてもパッチャンプすんなよみたいな、ケンヤも知ってて相手やったから、あれはちょっと試合中やけどほんまに俺も笑ってたんちゃうかな、もうずっと、あれはちょっと一角におもろかったかな。でまあ試合中とかもうボロ勝ちしてたりしたら結構もう入った、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 入った瞬間、ディフェンスラインで集まって、勝ったなって思ってで、ハイライトするみたいな、ありますよね。なあ、あの、コータの得意エピソードよ。あの、多分ね、J2 か J1 に上がる最後のトス戦かな、アウェイの。ああ、雨の日か。そう、雨の日出て。で、ほんま、試合最後に、ジェイヨンが退場したんかな、退場しましたね、した、で退場しても退場した、そうで、結局引き分けかなんかやったら優勝してたら、ね、結局仙台に優勝取られちゃったみたいな試合で、うん、で、その時に、まあ、ジェイヨン退場して、だから残り、いやもうロスタイムとかで退場したから、そしたらタンモが多分セレス初出場で初出場でもう言うたらずっと我慢してきて、まあ、チャンス巡ってきたって言うて、まあけど、そのアップもしてなかったけど、アップもっていうか、その急に退場しちゃったから、そしたら、ここだから、ブラジル体操しながら出てきて、で、2秒ぐらいして終わったっていう、もうすぐ試合終了して、それだけか、うわ、なんかもうちょっと面白いなんかあった気がしたけど、それで、たぶん、コータで言うたら、俺も、なんかね、頭切って、こう変なテーミングの中出してないの、この頭を押さえて、で、頭頂部の前だから、こうじゃばかりやと、こう縦に巻くんで、縦と横で、ほんまに、まあ、それだけで思わなかったんやけど、シャギさんって言うから、どうした大丈夫か、大丈夫、聞こえにくいんで、大きな声で言ってくださいって、耳、わがきしんって、耳を外して巻いてんのに、あいつ耳にかかってると思って、聞こえにくいんで、ちょっと大きな声で言ってくださいって、試合中で、まあ、耳出てると思うんですよ。プライベートで言うと僕は去年か、去年の2月、うん、おめでとうございます。あのまだ発表してないですけど、あ、そうなんですか。あの1番目の候補知ってる、2番目の子は会ったことないかな、けど性別も分かる、女の子女の子が3人目、もう俺もちなみに3人子供いて、今女の子女の子でした多いっすよね、多いよ、数え者多いっすよ、多いよな、そうたくんもそうっすね、中田さんそうだな、三姉妹で、そうそう、よしとさんも、あ、そうなんですか、いや、男や、なんだろうな、え、ちょっと性別は聞いたりしてた、性別聞いて、で、あ、聞いた、最初、わかるじゃないですか、お腹の中に、うん、で、初めて行ったっていうか、性別が次分かるねみたいな感じで言われたらしくて、うん、で、嫁が行って帰ってきたら、男の子ちょっと、ちっちゃなこと言われるニヤニヤしながら、ちっちゃな子言うのよかったなみたいな言ってきて、おおみたいな感じやって、で、次の検診行ったら、うん、その先生が、あ、男の子っていうタイムなんだよみたいな感じのテンションで話しかけて、はちなみに生まれてくるまで聞かずタイプ、なんか音楽がなんかハッピーバースデーみたいな音楽がこう生まれた瞬間流れて、こう前とかにちょっとこう
病室入られたから、廊下みたいなところ待ってて、まず運命するの待ってて、お父さん、参りましたんで。おはようございます。ちなみに、性別は元気な女子です。おはようございます。待ってますもんね。おはようございます。絶対女の子になってましたもん。待ってます。何なんですかね。まあ、可愛いけどな、ほんまに。鈴木さんと家族旅行とか一緒に行ったりしてる。そうだね、コータファミリー、藤本ファミリー、タンのファミリーで、グアムキャンプ行って、キャンプ、キャンプじゃない、グアム旅行行って、オレンジの一番下がミルクとか、ほんまちょっとちっちゃくて、だけど、ミルク、ちょっと出たかなっていうぐらいで、グアムで、まあ、お湯が行って、溶かすためにお湯いるから、ゴリゴリの外国人の。気持ちのさ、現地の人みたいな、エクスペリア、ホットウォーター、プリーズ、ホットウォーター、ホットウォーターです。あ、お湯ですか。めっちゃ飲ますじゃん。いいですか。え、それでいいですか。いや、それぐらいしかグアム旅行しないんで。確かに旅行って喋れないですね。家族旅行で行っても別にそんな楽しいことなんですよ。そうそうそう、もう言うたら子供のために。そう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 、ね。かといって独身時代の旅行なんかさ、逃げづらいね。セレッソパイセン座談会、まだまだ続きます。よろしくお願いします。 A Sustainable Future Yanmar